チャオス、どうも、バルタです。今回は仮面ライダーコラボですね。前回の動画でガチャを引かせてもらったんですけど、ちょっとね、セイバーさんがちょっと欲しいので引かしちゃいたいと思います。足りてるんすよ。実は足りてるんすよ。ほら、一応こいつらが2体ずつ持ってるんで、1体1体で交換隊ですか、出すのとこいつで、こいつも2体持ってるんで、こいつも2体持ってるで、こいつで一応足りるんですよ。ただまあこっちも欲しいんですけど、これも欲しいんですよ。できればスーパーワンこいつも欲しいんですよね。いけちゃうんよねいけちゃうんよねーって感じなんですけど、こいつ武器が強えんすよ。武器がちょっと魅力ね、スキブやし、ドロキョミツやしね、対戦もあるからさ、ちょっとねーということで、まあでもね、それをかぶしてもどちらかと言ったらこっちかなかなって感じですね。はい、なので行っちゃいたいと思います。これ確かに、ここバインドプラスやったらよかったけど、ね、そこまではできなかったかだね。こいつもこいつでね、アシストが強いじゃないですか。ただ2体は交換はちょっと厳しいので、まあ最悪ね、そのリーダーで使えればいいかなと思ってたから、こいつをちょっとね交換して、今回は使ってみようかなと思っております。ということで行かせていただきます。はい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 、で一体こいつを売却しましょう。ああ、交換対象でこれで行かせていただきたいと思います。ポチッどうな、うい、オッケー、チャーン、ありがとうございます。スクショ失礼いたします。ありがとうございます、ありがとうございます。さて早速作っていきましょう。あ、ちなみにパーティーは作っておりました。某有名サイトのゲームサイトですね、参考にさせていただいて某ですね、某、できましたね。はい、これっすかね。でフレンドが炭治郎さんでいきましょうか。まずはプラスとで、ハイパーにして、ウル覚醒、あ、そうか、こいつ変身キャラやからスキブが足りてないとあれっすよね。まあね、この2体がさ、スキチャ持ってっからある程度はね余裕がありますけれども、あとパワーアップ5000、これかな。よし、こんないらんか、こんないらんなこんないらんな。一体で足ります。あ、一体でいけそうっすね。大成功くれば来い。ナイス、空気読む、ナイスナイス。はい、こいつはしだよね、進化キャラやからレベゲンはできないっすよね。あとは覚醒した、あとは大丈夫か。アシストなんかつけとこうか。煉獄さんでもつけとこうか。トリマ煉獄さんでスキボもねあれできるからさ、とりあえずこれで使っていきたいと思います。スペダンの
これな、仮面ライダーチャレンジ、で地獄級こうやっておりませんので、これで使っていきたいと思います。ポチッとな、イエー、ゲームスタート。スーパーワン、こいつもちょっと欲しいっすよね、地味に。こいつがあと2ターンいけますね。先に炭治郎変身しちゃって、ポロネスさん、ポロネスさんを打って、こいつは6ターンか。初変身いくで、きた。 HP が12万か。でレッツゴー、13万まで行くと。あー、ちょっと待ってください、リーダースキル把握してないっすね。火属性の全パラメーターが 1.5 倍、 50% 以上でダメージ上げ、はい、4個以上つなげてきて速撃力10倍。だから4つ消し以上しないといけないか。だから炭治郎と合うのか。でこいつ攻撃タイプ持ってるからね。なるほどなるほど。で固定マークからええのか、これ追い打ち組まなくていいのか。いいっすね。倍率がちょっと下がるのか、炭治郎炭治郎で組んだ時よりも。そこはまあしゃあないかなって感じっすね、ほんまに。よし、では例はこいつって2ウェイとか持ってない、10キロがあるのか。7キロ7キロ10キロか。これ指長そうやな。おう、まあまあ、とりあえずコンボをたくさんしてみましょうかね。4つ消しが1個入ってないとってことなので、1個も損失しちゃったけど、これでどうですか、どうでっか。2億6000万。なるほどなるほどということでなるほどということで、ラック、あ、スキル発動できねえな。あ、こういう時にこいつが使えるんすよ。一旦で6解除の1個生成やから。ただこれ、このスキルで6解除できるような、これアシストが誰やっけ、シュリングフォードか、火のシュリングフォードつけてるんで、さあいきます、いきます。2ウェイにするメリットもない。これ10コンボ強化入った時の火力知りたい。あ、来た。で3億7000万。さすがにな、さすがにな、さすがにな、10強まで入ったらさすがにいきますよね。かなり火力さらに跳ね上がってます。さあ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 、炭治郎さん打ちましょうか。ここで倒せる。ただ炭治郎炭治郎じゃないからループはできねえのか、スキルの。そこがちょっとね、まあでもその分固定のね追撃があるからいいと思いますけどね。それでは行きます。この子か、はい、5億4000万ということで、火力ですワロタというやばいっす。お、6コンボ以下吸収、このパーティーではそんなのきつくない、きつくないでございますよ。問題なしでございますよ。こいつどこかな、こいつ一旦やし、一旦で打てるし、こいつ地味に優秀っすよね、地味に優秀すぎわろたということで。このままでいいか、ちょっとちょっと組み方が下手くそすぎ。一応場面最大ではございません。まあ落ち込んだしやから。はい、オッケー。いいね。これ追撃組まなくていいっていうのがまたね、それがちょっとやっぱでかいっす。あ、俺クライムこれ対策してねえか。暗闇対策できてないし、今ここで倒せる。とりあえず打って、はい。とりあえず打って適当に。指が投げからね、
そんな関係ないっすね。はい、お疲れ。はい、お疲れ。いいね。いいね。いいね。振りやすくなるんかいっていう、振りやすくなるんかいっていうことで。次が、まだボスじゃないか。ボス戦でね、リーダースキル、リーダーのね、あのスキルですよ。何やったっけな。10ターンでなんか生成できるやつだったですよね。把握してねえのかよということで。把握しとけよということで、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうかな。ありがとうなのかということで、パズルいきます。杖を組む意識で組んでれば、同じかな。はい、OK。はい、お疲れ。まあ、平均2億ぐらいは出ますね。10強入んなくても。お、最後0万か。こいつ持ってます。前回の時に当てたんで、俺。これちょうど10秒パズルか。あ、指輪いくら特権か。もとも14ぐらいあったっすよね。どうしましょう。どうしようかな。こいつつか。あ、そういうやつ？そういうやつ？三色陣確定でジュ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 的な感じ？無効貫通絶対組めますよ的な？わかんないけど。こいつどうか、これ4倍円かなんか積んでたよ。うん。これでいっちゃいましょう。ちなみにこいつ無効貫通とかは持ってないのか。ということはシンプルにコンボしたけど、4つ消ししないとね、リーダー好き的に発動しないから4消しにはなるのか。なるほど。ただ炭治郎が無効貫通持ってるからどっちがいいんやろな。なんともいないっすよね、このシーン。なんとも言えない落とし頃。一回向こうが、ちょっと待って、今までが指長ないか、今。指長ないか。こういうこと？こういうことっすかね？こういうことっすかね？指長ないか、これ。指クソ長ないか。50何秒やってん？これで遊び行こう。はよ倒せって話したら、これ話したら勝ちなんだ。話しましょう。これで多分完走はいくでしょう、余裕で。あ、完走いかなかったな。あ、ってこれボスじゃねえの。やらか、そうだよね、こいつだよね、絶対。やらかしたと、ということでありがとうございます。これ無効貫通組めなくないか。478チン、やらかしたでございます。ありがとうございます。ありがとうな。やらせつということで、しかも非吸収ありやないかい。ポロネスさんが属性吸収向こう持ってたけど、ヒドロップが足りませんということで、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと待って、足りひんのやわ、ヒドロップが。頼みますね。とりあえず適当に一回コンボしちゃって、あ、消え、あー、でも足りるかな。消え、お、ナイスで、こいつで6外注できるから、こいつマジ優秀説、こいつマジ優秀説で、でこれ打ちます、打ちます、でこいつ打ちます、でこいつ打ちます。これで OK やな。で無効貫組んどけばね、お家は勝手に500万固定があるから、勝手に組んでくれるから。あ、これダメだ、これしかないかな。これでいいかな。うえーで、お家からね、関係ないと。イエス。そうっすね。やっぱ固定をね、組まなくていいっちゅうのが、追撃、ね、固定ダメージがあるから、追撃組まなくていいのが楽っすね。
まあ今までのね、そういうリーダースキルのやついたと思うんですけど、まあ全然使いやすいっすね。相性はいいのかな、だから炭治郎さんとは。パーティーはこんな感じでしたね。アシスト、こいつアシストのこれ何やっけ。あ、そういうこと、4倍になるけんか。道理でクソ長えなと思ったな。もうちょっとね、アシストをよくできていいかなと思ってんすけど、だからスーパー欲しいんすよ。スキブでドロキョウ3つなんで。ねえ、当てれたらいいけど石がないということで、交換も厳しいかな。もうね、セーバー交換しちゃったからさ。こいつもね、できれば欲しいが、あ、ヨグソトースが、アオソニもいますね。ワンチャンあるかもしれない。確か、こいつ確か極性持ってたような。ちょっとワンチャンスーパーも交換するかもしれないです。ちょっと動画で今ね、この状況でちょっと交換できるかと言われたら、ちょっとあれですけれども、わかんないですけれども。確認してみようか。私自分が持ってるねフェスゲンを把握しきれてないですからね。どれじゃろかいってような、ちょっとわからんっすね。サクッと見つけきらん。この辺かな。ヨグが3体、ヨグは出せますね。ヨグソとい、やちょっと、ああですよね、こいつもいるもんね。神すび、こいつも交換対象でしたもんね。こいつ今使われてないっすよね。12、ヨグ、神結び、青ソニー、こいつこいつで一応5にはなるか。あと持ってんのがカメコラのやつらが何体かいるかなぐらいで。こいついらないっすよね。持ってんすけど、こいついらねえっすよね、正直言って。ワンチャンこいつ交換出してもいいかもしれんな。ゼロ体所持でもいいっすよね、正直。ってなると1、2、3、4、あともう一体なんか考えれば。アテも確かに2体持ってたような気がする。俺ワンチャン可能性あるっすね。アテ、あーですよね、俺アテ2体持ってますね。やっぱりワンチャンアテ1体出して足りますね。ちょっとここでまだちょっと決断はできないので、ちょっと悩むので、ちょっとね、やっぱフェスゲンいっぱい出すんで、やっぱり。でもちょっと考えておきます、動画外で。ちょっとその辺はで公開した際はね、またあの次回の動画で、また紹介させてもらえればなと思っておりますので、それで今回はこちらの方ですね、仮面ライダーセイバー、交換&使ってみたということで、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。バイチャー。